おはようございます。やんちゃです。よいしょ。2021年10月28日の朝です。ここでタイマー、はい。ちょっとどこのタイミングでタイマーか、今全然ノープランで始めちゃったからね。日付を言ってからだよね。はい。今日は晴れてますね。でもなんか西の方はむちゃくちゃ曇ってるっぽい。東は晴れてる。うん。この後どうなるのかは調べてないですね。出かけないので。一応調べるか。うん。まあ別にしばらく雨は降らないですね。はい。今日のトピック、今日のわしの世界のトピックは、コーヒーのショート缶も売り切れてました。コーヒーのロングがずっと売り切れてて、ショートを買い続けてたわけですけど、その買い続けていたショートがついに今日枯れましたね。これでもううちのマンションの共用部にある自販機ではブラックのコーヒーが買えなくなりました。買えなくなったので、まあちょっと頑張ってコンビニで買ってこようかとも思ったんですけど、家の鍵を持って出なかったので、共用部から出るとオートロックで閉め出されちゃうので、諦めて帰ってきました。そう。ねえ、辛い辛い。まあいっか、しょうがないですよね。なので今日は珍しく紅茶です。トワイニングスのプリンスオブウェールズです。ですじゃねえ。もう紅茶はなんかずっとこればっかり飲んでますね。なんかそのトワイニングスのいろんな味が入ってるやつとかを試したりもしたんですけど、いろいろ飲み比べた結果、普段からガブガブ飲むにはこのプリンスオブウェールズが一番ちょうどいいというか、何も考えずに飲めるいい紅茶です。概要欄に貼っときますか。まあね、うん、紅茶はちょっと人それぞれ好みが結構違うので、うん、万人に合う紅茶ってあんまない気はするんであれですけど、うん、この紅茶に合うおつまみっていうのがあって、なんかおつまみって思うかもしれないんですけど、コンビニとかで売ってる、あとはダイソーとかでも売ってるけど、あの梅干しのシートっていうお菓子があるんですよ。でまあ、基本的に梅干しの果肉をお菓子にしたやつなんですけど、あの板状に加工して、まあ舐めたり、まあ噛んで食べてもいいんですけど、多分梅干しをペースト状にして砂糖を混ぜて、で板状にして乾かしてっていうだけのものなんだろうなとは思ってるんですけど、砂糖じゃなくてもしかしたら水飴とかですかね。それがですね、ちょうど良いその甘みと酸味があって、まあ単体で食べても別に美味しいんですけど、その梅干しのシートを食べつつ紅茶を飲むとすごく合うんですね。これはちょっとおすすめの組み合わせなので、
まあ、興味のある人はやってみたらいいと思います。あの紅茶によくジャムとかね入れて飲む文化ありますよね。あれに近いんじゃないかなって個人的には思ってますけどこの紅茶と梅干しのシートの組み合わせに気づいてるのはわしだけなんじゃないかそれはおごりかなおごりですね多分ね日本で梅干しのシート自体はどうなんだろう、多分日本にしかないんじゃないかな。だからまず日本でしょ、母数がで母数が日本で紅茶を飲んでる人が、紅茶なんてねみんながみんな飲まないんでね、紅茶を飲む人なんてあれでしょ100人に1人ぐらいでしょ分かんないけどじゃあもう100万人ですよ。で梅干しのシートを買って食べるような人何人に1人だろう。そうだな、それでも1000人に1人ぐらいはいるんじゃないかな。うん、だとすると日本で1000人ぐらいはこの紅茶と梅干しのシートの組み合わせに気づいてるやつがいてもおかしくないか東京だとさらに10分の1だから100人ぐらい、一つの区で2人ぐらいはこの組み合わせをやってるやつがいるでしょうこれあれですか、あれですよきっとフェルミ推定フェルミ推定ってなんぞやって感じですけどね、なんかこういう適当な推論をするやつですよね。いや本当フェルミ推定って逆だよなって思うけど、うん、みんなのいろんなフェルミ推定が聞きたいはあ、はい、というわけで今日の飲み物の話ですね。はい、いや紅茶いいですね。何がいいって電子レンジで温めなくてもポットからこれにお湯を入れてティーバッグを突っ込むだけでできるからコーヒーより楽ですねすでに出来上がってるコーヒーを買ってくるよりも楽っていうのはいいですよね。うん、はあ、さて何の話をしようかな。なんかぼちぼち MacBook Pro の M1 Max が搭載されたやつ、なんかこれ別に吊るしじゃなくても発売日に届いてる人が結構いる、ちらほらいるので、発表されて Apple Store Online が予約を受け付けた瞬間にポチった人とかは結構届いてんのかもしれないですね。あの夜中にリアタイ勢ご苦労様ですっていう感じですけど、はい、彼らは届いてるみたいで、なんかちらほらレビューを見ました。でハイパワーモードの詳細とかも実際試してる人がいて、その動画とか見ましたけど、どうやら GPU に関わる部分でハイパワーモードをオンにしてぶん回すと、まあ普段はひんやりしてるのにむちゃくちゃ熱くなってファンがぶん回って、で 10% から 15% ぐらいの性能アップみたいですね。うん、なんかまあファンぶん回してね、チンチンに熱くなってなんとなくシステムの寿命が縮むような気がするけど、それで 10% とか 15% だったらまあなくてもいいのかなという気はしましたね。なのであんまりうわハイパワーモードなくて悔しいみたいな感じにはなりませんでした、結果的には。はい、まあそうだろうなという気はしていましたけど、うん、はあ、
もう早く届いてほしいけど、まだあと2週間ぐらいはあるんですよね。待ち遠しいですが、うん、いや本当になんかね、編集と書き出しが早くなってほしい。もう毎日やらないといけないので、やらないといけないわけじゃないけど、毎日やってるので。でどっちかっていうと、そのそう、そのハイパワーモードっていうのがMacBook Pro の16インチでしか有効にできない機能らしいので、わしが買った14インチには搭載されてないわけなんですよね。でそれでどうかなと思ってたっていう話なんですけど、ハイパワーモードの件はいいとして、ちょっとだけ後悔してるのが SSD ですね。 SSD のサイズを今までも2テラだったんで、まあ、次も2テラにするかと思って1テラにしちゃったんですけど、もう昨日か一昨日かぐらいに、もうその Vlog の素材が溜まりすぎて、その iMovie のライブラリが1テラバイトぐらいになってしまって、でディスクフルで何もできないみたいな状態に陥ってしまったんですよ、またこれ2回目なんですけど。でその1回目それが起きた時には、よし、じゃあライブラリは1週間の間だけ貯めるようにして、1週間貯まったら Google ドライブにアップロードして消すっていう運用にしようって言ってたんですけど、今回無事2週間分貯まってしまったということになります。自分で決めたことが自分でできない、このもどかしさというのはありますね。ライブラリの名前を最初から週の名前にしないといけないんですよね。今回失敗だったのは、ライブラリの名前を Vlog っていう名前にしちゃったので、 Vlog を無限に Vlog 素材を無限に吸い込み続けるライブラリみたいな名前になっちゃったから、わしもそうだと思ってそういう風に使ったっていうことなんですよ。だからそう、2021年ウィーク、どんぐらい44とかもうそんぐらいですか。あと8週とか9週とかですか。早いですね、終わるのが1年。うん、なので週の名前をつけとく。週の名前でも今が何週なのかってほんと適当にしか分かんないからな。何月何日から何月何日までっていうライブラリの名前にするのが正解でしょうね。だとすると、うん、そうしよう、メモっとこう。ライブラリ名を from to にすると、これでね、Vlog from to とかっていう名前にしちゃうのは落語の世界ですけど、はい、こんな感じです。いや何しろその 1TB 近い iMovie のライブラリを Google ドライブに送るのに30時間ぐらいかかったので、うん、ちょっとね、溜めすぎると本当に無理ですね。だそう考えると、その 2TB だから悪いっていうわけじゃなくて、じゃあこれが仮に4テラとか8テラになったとしたら、この溜め込む、1回に溜め込む量がねえ2テラとか4テラとかになっちゃうわけじゃないですか。で1テラ送信するのに30時間かかったってことは、4テラ溜めちゃいましたってなると、 Google ドライブに送るのに結局120時間とかかかっちゃうことになって、120時間 Google ドライブに送信し続けるために MacBook Pro を拘束するのはちょっと無理ですよね。うん、なのでいいんです。はい、2 テラでいいんです。はい、これが20テラとかよ、200テラになったとしても、結局端まで行ったら Google ドライブに送らなきゃいけないんだから、はい、こまめにやるのが正解なので、
スケールアップするのは正解じゃないんですっていう風に考えて2テラバイトのモデルを買ったことを正当化している日々ですそう、はい、Mac の話終わり。よいしょ、今何分、ああいい感じじゃないですか。はい、そうだな、あとどの話しようかな。今日もう木曜日ですけど、明日金曜日で、そうなるとまた週末が来るわけですけど、10月の30、31、11月1、2、3を5連休にしました。ありがとうございますそう、10月は祝日がないですよね。はい、なので11月に久々の祝日、文化の日が11月3日にあるので、まあ土日30、31とつなげることによって11月1、2を有給休暇で休めば5連休になるわけですね。まあ別にノープランですけど、5連休あったとて、まあちょっと部屋の掃除とかをちゃんとやろうかなという気はしましたね。こないだちょっとでかい地震があったので、少しだけ防災意識が高まったので、自室にある本棚とか倒れてこないようにするあの突っ張り棒みたいなやつをやろうかなっていう気が起きてきたので、上にある箱とかを全部どけて、うん、耐震対策とかそういうのに費やしたい気がしますね。部屋がね、片付いてれば部屋で収録とかもできる気がするんでね、それはそれでオプションが増えるので嬉しいというのはありそう。うん、なのでまあね、こうやって5連休だ何しようかなとか言ってる間が一番楽しくて、実際5連休に突入するとなんでもう終わってるんだみたいなのが、まあいつものパターンで、うん、どうしてなんですかね、連休ってすぐ終わりますよね。はい、連休の話終わりその暗い話になってきたので終わります。はい、あと何かな、何の話ができる、あと昨日言ってた 4KHDR やんちゃクラブの話ですけど、 MacBook Pro が新しいやつ届いたらぜひやりたいですね。これなんでやりたいかって、その 4KHDR で見られるやんちゃクラブを大体の視聴者は聞くんですよねなんかやんちゃクラブのことをラジオだと思ってる人が多いみたいなので、はい、 4KHDR のやんちゃクラブを聞く、こんなに贅沢なことあります？なんかそういう状態になってるところを見たいなと思って、はい、今できる最高画質でお送りしたいと思ったんですよ。はい、まあね、実際今この逆光でおなじみのやんちゃクラブっていう感じになるので、 HDR でどれぐらい逆光がいい感じに表現できるのかっていうのは気になるんで、はい、それもあります。よし、大体の話題は消化できたぞ。はあ、ほんの少しずつアマチュア無線のことを調べてますねアマチュア4級
の試験ぐらいはなんかやってもいいかもって思い始めました。まあ、本で勉強するほどのもんなのかどうかわかんないですけど、アマチュア無線協会のホームページを見ながら考えていきたいなと思います。あとなんだ、あとはまあそう、もう44週とかなってきちゃったから、そろそろ年末調整の時期ですか。ぼちぼち保険会社とかから年末調整用の書類ですとか言って送られて初めて来たので、やんなきゃいけないですけど、まあいつも年末調整難しいっていうか、うん、なんですかね、ここ最近本当に難しいと思ってるのは、あの住宅ローン控除、住宅ローンを組んでるとなんか毎年お金をくれるんですけど、それの申請書が毎回毎回難しくて、特にマンションとかだと、その土地と上物の価値を分離して、土地部分はいくら、上物部分はいくらとか、ローンの残債はいくら、まあローンの残債は銀行から送られてくる書類に書いてあるから転記するだけなんですけど、うん、なんかこの A の欄と B の欄の数値を掛け合わせて四捨五入した値をここに書いてくださいとか、それこそなんか Excel とかでなんか自動的にやってほしいというか、なんで手書きでしなきゃいけないですかねこれをっていうような計算が強いられるので辛いんですよね。なんか毎年思ってることなんですけど、やったらそれを写真に撮ってなんか解説書みたいなのを自分向けに書いて、翌年の自分に申し送りをした方がいいって毎年思ってるんですけど、毎年やってないから今こうやってやった方がいいと思ってるんですよ。ちょっとメモっとくか。そうなんだよな、こういう時のためのメモなんですよね、年末調整の、年末調整のマニュアルを書く。特にローンのやつ、はい、こう書いとけばきっとやるでしょう。そう、はい、あと何かな、そう、年末調整の話もしました。そんなもんかな。なんか今何時だっけ、今8時9分とかで結構早いんですけど、いつもより30分とか40分ぐらい早めに撮ってるんですけど、なぜかというと、なんかこのあと8時半から謎の収録に誘われてて、なんかポッドキャストに出演しませんかみたいな。ああ、そうなんですか、じゃあまあ出演しますよって言って、でもう最近夜中に起きてられないので、結局そういうことやるとしたらもう朝屋上でやるのが一番なんですよね。なので、はい、じゃあ朝8時半からお願いしますみたいな感じで、うん、いやどうなることやら分かんないですけどね、なぜアンチャをポッドキャストに呼ぼうと思うのか、その理由が分からないので収録中に聞いてみたいと思いますけど。あとなんだっけ、なんか話そうとしてた気がするんだけどな、まあいっか、もうあとね19秒しかないから。
そう、いやなんかこの毎日やるスタイルのいいところは、なんかこれ話しそびれたとか思っても別に翌日話せばいいやっていう気楽さがあるのがいいですね。うん、いや本当になんか毎日やってるっていうのは、はい、気楽になるっていう良さがある。はい、来ました、終了ですね。はい、別に25分のタイマーが鳴ったからといって終わらなければいけないわけではないんで、あとブツッと切ったりはしません、はい、ただ25分だなーっていうことを分かる。いや本当にこの Apple Watch の通知の感じがいいですよね。腕がプルプルするっていうか、なんか通知のなんか新時代来たなって感じします。はあ、疲れたな結構。はい、じゃあこれぐらいにしますか。今日もやっていきましょう。お疲れ様です。バイバイ。